オシャースレーベンは、ドイツ、ザクセンアンハルト州ベルデ郡の町。人口は、約1万9000人。オシャースレーベンとも表記される。オシャースレーベンには、ボーデ川が流れ、マクデブルクの南西 35km のマクデブルガー、ベルデ地域に位置する。ボーデ川は、町の外で最北点に達する。オシャースレーベンは、マクデブルクターレ線の最も重要な駅である。 オシャース・レーベンの聖ニコライ教会長に立つ、銅像994年11月23日、オシャース・レーベンは初めて、オットー賛成によって言及された。1235年に初めて町とされた。17世紀に、町の大半が、火災によって荒廃した。1648年には、ブランデンブルク編強百領の一部となる。1816年には、 地方の主要都市となり、1843年に鉄道網が整備された。1905年には人口が13,271人を数えた。第二次世界大戦前には航空機工場が設立され、多くの労働者が働いた。連合国軍はこの工場を破壊するため10回の空襲を行った。東ドイツ時代、オシャースレーベンは、 同地域における農業の中心拠点であった。また、いくつかの工業施設が整備され、現在もポンプ工場、製陶設備、鋳鉄所、醸造所、機械工場、レンガ工場などが稼働する。2000年以来、モトパークオシャースレーベンにおいて、ドイツツーリングカー選手権や、その他のイベントが開催されている。2005年、サーキットは、金銭問題のため、 元はシュポルトアレーナオシャースレーベント解消された。1992年、アグレアフロスト社のジャガイモ加工工場が建設された。同工場では、フライドポテトとポテトチップスが生産される。年間およそ14万トンのジャガイモが処理される。スタチスティッシュズ・ランディゼムとザックセン、アンハルト、ベボケアン・デア・ゲメーン・デン・スタンド。 31、ディセンバー2020公式サイトの表記ドイツ語、発音、スルビーエヌ、ダスオスプレークワーターバッチ。図デ P602、ISBN 978から3から411040667ハットホームペオブアグレアフロスト、ハットステートアドミニストレーションオフィスサクソニア、アンハルトプレスリリースノー、107、09。ありがとうございます。